篠崎五郎篠崎五郎から1909年8月15日は幕末の薩摩藩士、明治期の内務、警察官僚、幹線県知事、薩摩藩士の家に生まれる、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下西田町出身、母親戦争において、王鎮武士護衛として従軍し、宇宙各地に伝令士として転戦した、明治5年、警視に任官、その後県事、 近代二等太陽歴任。1874年、台湾出兵に長州大使副長として従軍。1875年、宮崎県十三島出資となる。以後、兵庫県二等警部、同一等警部、兵庫県少書機関、同大書機関などを歴任。1885年4月、新潟県令に就任。1886年7月、 地方間完制改正に伴い同県知事となる。当時、新潟県は全国一の町村数であったため、市政、町村制の施行に向けて、市町村制実施取り調べ委員を設け、町村数削減に尽力した。1889年12月26日、知事を非職となる。1891年4月、島根県知事に就任。 1893年3月21日、知事を被職となる。1898年1月、愛媛県知事に就任。道路橋梁等が前年度の風水害で大きな被害を受けたため、予算編成ではそれらの大規模改修に重点を置き、新規事業は見送った。同年12月22日、伊岸面本館となり退官した。その後、牛尾金山会社長となった。 1909年8月、鹿児島湾桜島温泉で病死した。なお、薩摩ビーワの振興に尽力した。ありがとうございます。